はようございます。今日はまあ特別編ということで、今日番長が出ます。一番になる。はい、一番に抽選を引きます。やっぱ番長は大型のこの機種が出るっていうのは、あの必勝本 WebTV でそれを取り上げないのはおかしいと俺が立ち上がりました。だから俺はこの釣りバカで打っちゃいます。なぜじゃあ兄貴がいないのか。兄貴は今日もう一つの身体断末を打つからです。導入日に番長4を打つ動画が必勝本内で皆無という話を聞き、その状況を憂えたクリボーが普段は敵対しているゼニゲバ会社のために立ち上がったのである。だからもう7番以内、左手と右手どっちかな、ボタンを押す。あ、おはようございます。あ、行きます、行きます。無理だろこんなもん。もういや、わかんないわかんない。一応見に来たぞ、釣り方。あ、こういう台なんだ。こういう台なんだ。もちろん番長は空いておらず、行き場を失ったクリボーはとりあえずからくりサーカスを確保。ぶっちゃけ抽選で勝つ気満々で、取れなかった時のことを考えてなかったのでしょんぼり。しかしまだ打つことを諦めてはいません。さあ、では忘れ物を取りに行きたいと思います。何回忘れ物を取りに行く。このからくりサーカスが朝一天国でチャンスゾーンから AT に当選。しかし特筆することもなく駆け抜けて終了。ああ、出てないか。番長開いたかな。開くわけないですけど。いや、わかんないよ。いや、あの台、まあ、結構マイルドなんで。あ、まあまあ、長く打つか。負けはしないから。その後はしばらく当たらず、ぼーっと打っていたクリボー。しかし、開店から2時間が経とうかという中、願ってもない出来事が。マジ？まさかの番長に空きが出て、他に遊戯を希望のお客様がいなかったので確保。願ってもない奇跡が起きました。番長4空いてますっていう放送入って、嘘、こんな早くと思って行ったらマジで空いてました。取りました。移動します。番長4実践始まります。嬉しさのあまり実践中の兄貴を呼び出して報告。番長取れた。え、取れたの。いや、放送聞いてた。館内放送聞いてなかった。寝台ガロ、番長4ただいま空き台が出ましたって来て、と思ってスタスタ歩いてって、国方もどっか行ってたから、一人で行ったら角が空いてて、マジで、と思って。よかったじゃん。だからちょっと銭バカで寝台考察やるんで。兄貴に代わってクリボーが番長を考察してくれるそうです。不安しかありません。おっ、このテンションでいつも仕事をしてほしいよね。やってるよ。さあ行きたいと思います。何狙ったらいいか。大体こういうのはチェリーについてるバーです。はい、多分正解です。そう、これさ、通常じゃバー狙いです。そりゃそうだろう。これ何、兄貴これは何といつもなら頼る場面だが、今日は解説のプロが不在。行き当たりばったりのクリボーに寝台考察 TV は無理がありました。今回はベル食べるとかじゃないか。ゲーム数出てるってことはゲーム数ですね。ボード管理ですね、通常時は。じゃあ昔に近づいたってことですね。
出る回数じゃなくて。ちなみにクリさん今回は、はい、あの普通の特訓あるじゃないですか、はい、その先生、はい、カオルさん、カオル先生の特訓の上位で、はい、あの総次郎特訓っていうのがあります。それがその夕方ステージは総次郎特訓のポイントの獲得抽選ポイント。これ煽り来てるね。180の像、はい、モードは最低でも 249KM が最大。あ、そうなんだ。通常 A が。あ、なるほど。それ249なんだ。対決、はい、行きましたね。これでもう基本的にはもうシリーズ通り特訓経由して対決は行くのね。絶対に対決は行く。で、対決中にベル引きゃ勝てるってこと。対決にベルで抽選してます。ああ、ノリオエアホッケーはダメね。弱体です。いや、ナイスナイス。それは番長、番長セロ。ないないまあ、弱特訓だけど、これベル引きゃいいってことでしょ。ベル引きゃ逆転抽選をしてます。最低でも 20% としてるのかな。いや、そこは出ていい。いや、引けない。なんか吸われて掃除機、はい、今が掃除路ポイントがたまった。なるほど、これが掃除路、はい、掃除路、掃除路。新キャラだね。掃除路ね、掃除路ポイント。あ、掃除路ね、掃除路。特訓150から200の間ですね。あ、掃除の特訓。あ、掃除の特訓いきましたね、はい、こっちの方が強いってことですよね。強いです、こっちの方が 50% 以上です。あの、価値格ってことか。しかも価値格じゃないわ。ここの掃除の特訓ってあのベル並み出してくれるんで。あ、そういうことか。もろもろ含めて 50% なんです。なるほど。はい、弱体化しましたね、はい、なるほど。先は弱体化と。先は弱体化しました。で、この箱溜まれば溜まるほどチャンス。ベル引けんかな。じゃあここ、ここからです。先だ。お、これはベル確定ですね、次ゲーム。いやいやいや、番長ゼロはじゃないか。あ、これベルで確定ってこと。あ、チャンスベル以上で確定です。あ、でもこれナビが出たってことだよね。いや、そう、リリベだったんだね。普通のベルです、ね、強攻撃で。あった。 OK、OK、548ゲーム。全部で2万5000円です。さあ行きましょう。初ボーナス。これ化けもあるよね、もちろん。あるある、もちろんありますよ、はい。青七赤七化けですね。 OK、 とりあえずスタンダードのとこから。じゃあ番長ですね。いやー、トドロキで行きたいです。トドロキでいいんじゃないですか。トドロキ好きなんで僕。あ、ミサオでトドロキです。ここはレア役ですか。やはりパンダ集団。そこでベル引けば抽選してくれます。え、どこでベル。そこそこ、います。今のところ。ああ、7ぞろいの抽選引いてるよ。いい感じだ。おお、いいよ。
はい、近く近く、ありがとうございます。いただき大地AT ですね、まんま言えましたね。いや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 、早い早い早い。もはや寝台を考察する要素は皆無になり、ただ寝台の番長を楽しんでいるおじさんと化しています。さあ、じゃあ初 AT、はい、いきます。いただきライズですね、純増 2.7 枚、規定ベルですよねこれ。そうですね、ベル回数、うん、番長3っすよね要は。まあそうですね、来た。チャンス目。マシコ先生。あ、なるほど。対決もらえたと。なるほど。ここで勝てばいいのな。じゃあ上乗せた。あ、じゃあ俺勝ち確なんだ対決これ。いつ行くんだ。まだ行かない。あ、なんか。ボーナスと煽りですね。これはこの対決のやつなのかな。いや、これはボーナスはオールステージだから対決はまだじゃないですか。え、なんかじゃあ嬉しい、嬉しいっすよね。3776。強い、まあ、出るも引いていく、はい、あ、引いていく、オーバーキルですよこんなの。はい、ありがとうございます。ボーナス、ゲーム数ですね、ゲーム数のゾーンです。なるほど、じゃあまだ残ってんのこれ、上乗せの対決は残ってます。嬉しい、始まったじゃん、クリちゃん始まりましたね、はい、あ、変えてもよかったかな。いや、でも俺トドロク好きなんだ、すぐ変えよう。ここでベル引いてるんだもんね。うわ、チェリー引いたよ。これ偉くない？上乗せするかもしれませんね。ねえ。ベルとチェリー1回ずつ引いてのコパンダ、あ、じゃない。ダメだったんだ。なんだあれ？あ、ベルの。それはベルを貯めてくれてるんで、はいはいはい、その番長すると一緒です。はい、ボーナス終了後に溜まって、全部くれるのね。なるほどなるほど。はい、おたこぎ、ボーナスでの乗せで対決も残ってるね。はい、はい、俺すげえいいタイミングというか重なったんだね、いろんなのが。そうですね、これ後で来るのかな、ってことなのかな、これかな。でもこっち、こっちの可能性あるんだよな。やべ、強攻撃引いた、勝て、よし、あ、やっぱそうかな、まだ残ってるよね。でも残りラスト5ゲームなんですけど、まあ、対決って書いたのが多分出てくるはずなんですけど、でこの対決が出てくると、ラスト、あの僕がこれチャンス目で引いたやつですね。で、クリちゃんが言うには勝ち確って言ってたよね、レビンさんが言ってた、レビンさんが言ってた。あ、でもなんか青く光ってる、完全勝利、うん、
はい、さあ全ての煽りがなくなったのでレア役引き上げはもう終わってしまいます。終わりました。宗次郎のハンバーグ、まあ、引き戻しのここから99ゲームでしたっけ、100ゲーム引き戻しなんですよね確か、はい、対決勝利すればいただきライズ。いやでもなんか分かりました感覚は、だいたいこんな感じです。3チックなのかな、どっちかというと。一通り体験し基本の要素は理解したクリボー、あとは必勝本のために見せ場を作ってバズる動画を目指して頑張ります。よっしゃ、これで勝てばあれね、AT ね、引き戻し。これの勝つ勝ち格なのかわかんないけど、やっぱ設定6だと勝ちやすいみたいな、なんか書いてあったな。あるぞ、戻し。クニちゃんこれあるぞ、戻し。あー引けなかったけど、惜しい、まあ、これがだからいわゆる高設定強度の一つでしょ。そうですよね、今までのあれで言ったら、はい、すみません、よし、いいぞ、楽しい。いや僕バンドスリー好きだったんで、あめちゃめちゃ楽しそう。めちゃくちゃ楽しいと思うよ、うん、やっぱこのベルカウンターとこのゲーム数の早いところでね持ってこれないと厳しいですね。まあ、そうですね、うん、それはもう前のバンドもそうだった。そうね、あれあれで、およよ、まあ悪くないです。その後2000円の追加投資をしたもののレギュラーボーナスに当選、さらにレギュラーボーナス後の対決に勝利し AT へ突入。しかし今回も駆け抜けてしまいしょぼ出玉で終了。だがまたも引き戻しモードでの対決に勝利し AT へ復帰。喜びを共有するために報告も兼ねて兄貴の元へ。どうだい。今日一人だからさ、ゼニバカ。明るいね今日。頑張ってんだよ一人だから。まあ確かに。いつも兄貴にこう頼んでる部分を自分でやんなきゃなんないから。寝台考察と歌いながら解説も考察もからっきしでただ楽しんでいるだけ。だから今でもまだ2万7000とかで今 AT 中だから、はい、増やします。いけるいけ る, いける頑張ります。じゃあまた2人ともバーンって出た時にお会いしましょう。再開しましょう。ああ失礼します。パツロ会の番長はここにいる。急に来た。栗山直太伝説の男だ。今日オーダー通りの超番長ボーナスからのエンブレムモード必ずや皆様にお届けするでしょう。愛の教育的指導は、とりあえずですね、出さなかった時に僕がやらせていただきます。兄貴の期待に応えられるよう、いざ AT へ。富岳は、32。32ですね。もう一個上げて、だからレア役だよね。50% で上がるんだもんね。じゃあクリア役が50%。レア役がね、結構引けないんで、って言ってるそばから引ける。でこれで 50% で上げれればそう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 いいわけで、終わったか、オリ終わったくさいですね。これ勝っちゃいいな、勝ちたいですね、ここは、まだらあっち向いてほい。
ハンスベルダー、よし返しましたね。これがループしたりする可能性があるってことですね。そうですね、まあ、ないけども、ボーナスの煽りも来ますよ。行かないか、もう一回来たら、ああダメか、いや出てこず、ダメか。いやまあでもまあこれを何度も何度もやってどっかでぶっ刺すしかねえから。そうですね、そうだな、うん。その後出玉はすぐに飲まれ、さらに追加投資、なんとかボーナスに当選するもレギュラーと展開に恵まれず。宗次郎、あれまだ長番長、ああ長番長か、あ今あの紆余曲折見せてる、ああなるほど、いや紆余曲折ではないでもこれ多分 AT 行くから、ほうほうほう、これでもバトルですから、エアホッケー、やばいか、ノリオはこういうの得意なイメージあるけど、いや、あれさん、5枚目入れていいですか、なんだって5枚目入れていいですか、5枚目、今や打つ前のワクワクしていたクリボーはいずこへ、厳しい展開にみるみる元気がなくなっていく。これでもね、めちゃくちゃ気づいたらやられますわ、本当に、うん、まあ、ここの展開が早いからボーナスとか特訓のサクサク打っちゃうけど、気づいたらやられてるパターンだよ、だってもう5番目でしょ、うん、早いもんだ。ならお前いい加減にしろよ、金なくなるぞこんなことやったら、マジで。せめて宗次郎やってやるよ、じゃあ頭きたな、ちょっと早くねえか、早いなあれ岩尾先生じゃないですか、できます、まあでも一応ベルは引いときたいですよ、ただねナビ出ないパターンのあれはねなかなか大変だけど、まあまあでも勝つでしょ、勝ちました、大丈夫です、はい、よかった、苦節、はい、48,000、結構時間かかりましたね、あのボーナスボーが続いたね、頼むぞ、いきなり、あまあまあまあでも深く深くな、行っときたい、これはまだ、よしたこれでも確定ではないもんね、ないない、もちろんもちろん勝てってことだもんね、そうそう、まだもう同じですベル引いて、いやむちゃくちゃ重要だったんだよこれ、俺ら最初にこれだったからふわふわしたままやってたけど、
対決勝てる。今日対決だからといって手を抜くと思ったら大間違いだ。ダズル、負けるわけねえと鷹をくくっていたらドボン。見たことねえやつ。だからあれですよ、あの寝台だからってはしゃぐなってことですよ、ね、しかし何の見せ場もないままやめられないという意地が勝り続行。171ゲーム、7、何だお前、ことごとく立ちはだかるな俺の前に。まあでも AT はこっから行ったりしてるから、あでも宗次郎だ、あるあるある、決めようここで AT もう一度。弱いな、ちょっと やばいやばい、このままじゃやばい。やばい、おあ、これは勝ったでしょ。いやいやいや、分からんぞ。いや分かんないです、確定じゃないんで、ね、書き換えのチャンスがあったけど。よし、ベル2回目引いた、これはいったべ、さすがに変えたべ。よーし、よーし、もう5万だ。よし、オッケーオッケー、樹海から始めよう。ナイス、そうそうそう、上げてこ上げてこ、浮かれるなよ兄貴、待っててくれ、兄貴がいなくても俺が一人でもゼニバカなんとかでやれるっていうとこ見せるから。イストリ、あー強い、ナイス、青棚引きたいっすね、今日まだ引いてないから。これ化けあんのか、AT 中。まあいいわ、もうお前にいちいちなんか言ってる暇ねえわ俺、こっちにはもう。ナイスね、で溜まってますよ。いや、いいっす、まあちょっとキャラ少なかったのね。まあいや、いいっす、いいっす、いいっす、上がってるね、上がってる、レグの 50% でアップするんでステージが。なるほど、はい、ん、一撃頂上タッチ、それはね、成功すれば一番上のステージまでいける、だから大チャンスです。ここから、ここから一撃ってことだろうか。
なんか引いた方がいいのか。出る本当。え、ごめん、ちょっと待って、じゃ調べ調べよ、これは。成功すれば一発逆転も狙える大チャンスが到来。絶対に失敗できない。いや、お前ベルです。何パーとか書いてある？書いてない。あ、まあまあチャンスぐらいのことか。ベルかレア役。オッケーオッケー、まあベルかレア役だろ。うん。おー、引いてる。いけ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 、まあ、対決みたいなもんよな。そう、まあレア役が一番いいけど。うわー、落とさないで先生。いや、今チャンスだったな。いや、400枚。一旦慰めてもらうために兄貴の元へ。はい、なん、ちょっと、はい、なんちゅう顔してんの。え、俺は今から大統領本社に向かう。いや大統さん悪くないから。え、大統さん悪くない。いくら負けたの今現状？56,000円。まだまだ。いやまだなのよ。でもまあ時間もだいぶオーバーしたし、うん、まあ、兄貴がもうちょいかなと思ったんで今見に来たんですよ。はいはいはい。目の前のチャンスをつかみ損ねた悔しさをバネに、番長をギャフンと言わせてやります。お、出た熱血くん。いいっすね、このキャラがいいよな番長は。もう俺何も言わないよ。こいつに反応したら、ま、おれい、おい、おれい、おー、なるほど、来た、クリシャ来た、とうとう来た、カオル先生、やっとじゃん、来た。これは一気に入れましょうよ。え、投資が6-5、6-5、オッケーオッケー、3000倍だろ。5ゲームなんだね、ここ。そうっす。ならないな。ベル引いてるよ。よし。おい。きたー、よかった、嬉しい。やったー。嬉しい。まだ AT 入っただけなんですけどね。いやー嬉しいよ。もうカッコつけてられないよ、この方。AT が嬉しいよ、俺。プライドを捨てて AT の初当たりに歓喜するクリボー。温かい目で見てあげてください。おい、あ、対決のもないでね。はいはいはい、確定対決の。そうだね。あ、まだあるのね。あ、なるほど。5ゲームは絶対やらせてくれるから。あ、なるほど。これ多分ね、まあまあよ、オッケーオッケー、始まりますよ。はい、すいません、時間だいぶオーバーして。いや、ありがとうございます、付き合っていただいて。ここから頑張ります。はい、あの、いただきへ。何今の、兄貴の派手ですか。工場。あ、工場。さっきまで兄貴に泣きついていたにもかかわらず、少しうまくいったらすぐバカにし始めました。お願いします。樹海か。上がれ上がれ。いや、これは対決も持ってるから上げて。確かに。いや、じゃあ上がった。おー、いった。チャンス目、強チェ。
お、岩尾だ。岩尾だ。リリベ。おお、上手すぎ。しかもターン。そうそう。鍛錬のターンでしょこれ。もう一回取ってきた。いや、でもフィート。これは取ったでしょ。はい。乗ってきたー。50で、お、でかい。上がらんか。まだか。まだいける。よし。おーし。よし。流れがいい。いい、めちゃくちゃいい。はい、工場だったか。確か工場だよ。あれを工場と言っていいのか。あれ工場だよ。立派な工場だよ、あれ。いただきて、絵と駆け上がる。ここは何としても流れ的に勝ちたいですね。これは勝ちたい、マジで。勝ちたい。なるほど。ババ抜き。まあ、シュートですね。いやー。引けなかった。ダメか。申し訳ない。それは本当に。まあそうだよね。上がった。上がったね。初めて行った。初めて行った。混合、混合ミネ、ミネ。これは何本だっけ。 24? あ、24。間に合わねえぞ、振り方。よし、うますぎ。強チェ、強チェ。あお、ジャッジメント行くんじゃない。めっちゃ煽ってるよ。いった。あ、ジャッジメント行く。ここだ。これは決め、これがここです。勝負だ。はい、これ絶対決めなきゃダメだ。い、いただき、駆け上がれ弟よ。やばい、ナビなし。いけ、あー、ナビなしだ。F97。 いや、オールリプレイだ。さすがにダメだ。なぜナビない。いや、もうすべては今のジャッジメントでしたよね。お疲れ様でした。ありがとうございました。帰りますか。帰ろう、はい、頭が痛い。皆さんお疲れ様でした。気持ち悪いよ。おう。なんだよ。お疲れ。お疲れ。気持ち悪いな。俺こっちだから。ああ、そうか。お疲れ。お疲れ。いやー、激闘でしたよ。激闘というか、もう死闘だね。いや、本当に。まあ、はい、負けました。僕は6号を使って360枚、70枚。まあ、だから、2600枚ほどのマイナスです。なるほどね。はい、導入初日にすがすがしいほど負けました。いや、視聴者の皆様も見ててください。俺次です。整いました、整いました。次です。整いました。やりましょう兄貴。ああ、まあまあまあ、今回はやっぱ個人戦だったから、俺たち兄弟の2人が力を合わせた時にどれぐらい出すかっていう。じゃあもう次隣で打とう。ああ、そうだ、最近離れてた。隣で打ってくれ。分かった。じゃあ最後、いやもう兄貴、そこは最後兄貴。今日はあんたの試合。いやいや、もう兄貴見れ攻め、
今日はフンティズエリエス選手あのさ、はい、それ同じ五十嵐でもラッシーの方なんだよ。そういう喋り方するの。皆様今日もありがとうございました。ラッシーもそんなこと言わない。言わない。あれそう。帰ろう。お疲れ様でした。お疲れした。どうぞ。おいしょ。次回もレジビに。